勝ちソロ明治25年2月8日は、日本の海軍軍人。初代海軍か勝海舟の着難。幼名は小六。最終階級は、海軍少佐。江戸出身。慶応3年9月、米国ラトガース大学留学。明治4年6月、アナポリスに入校し、翌年には、海軍省留学生となる。明治10年6月に卒業。 イギリス・フランスを視察し12月に帰国した。翌11年1月に海軍隊員に任官するが、ソロクの海軍生活は健康に恵まれず、予備役となるまで病気による休職期間が長い。同年3月に海軍兵学校出動を命じられるも、病気療養が続いた。12月詳細進級明治13年12月に兵学校練習戦の 摂津官副長兼法律家副課長に就任。上院の指導に当たるが、翌14年4月には、療養を願い出て、任を離れた。明治17年9月、調度局感染営受用品取調べ係長として、復帰し、静岡県市族斎藤市の妹と結婚。しかし、翌18年9月から、病のため休職。12月に、 横須賀トンエ副長となるが、明治19年4月から病気、陰入となる。明治20年1月、造船会議議員として復帰したが、翌21年11月に退命となり12月から休職。明治24年7月に予備役編入となり、翌25年、39歳で死去。ソロクには男子がいなかったため、勝家はソロクの長女伊予に、 徳川義信の十男、生を子として迎えた。生は、明治32年の改修の死後、価値白尺化を承継した。高橋周越、幕末、明治初期のアメリカ留学の経済学、改修日記に見る、忘れられた、元日銀総裁、富田哲之助、東北学院大学経済学論集第183巻、2014年12月、1から39ページ。 ネイド400億2032万9074。AB、外入り87留学生、岩本勝之助病死に、不所非並び価値そろく基調に、不学士の健在 A 南領事サルコシ下2件、ハットアニアルレジスターオブザ・ユナイテッド・ステーツ・ネーバル、アカデミー・アナップリス、マデュ・エス・ガバメント・プリンティング・オフィス、1872、海軍兵学校遠隔霞会館、 p424。外入り87留学生、岩本勝之助病死に、不書避並び価値素ろ基調に、不学主の健在英南領事猿越田2県、リーリ1446省小佐病気療養の県平学校副猿、平四鎮主府及び、平学校所活練習感染を定む胸所活へ、通る、結婚、19年3月23日結婚願いの県。 ありがとうございます。